道内は昨日から今朝にかけて石狩地方を中心に雪の降り方が強まり、札幌では今シーズン一番のドカ雪となりました。上空の寒気が強まった影響で、道内は石狩や後志地方で断続的に雪が降っています。札幌では午前9時までの24時間に今シーズン最多となる45センチの雪が降り、市民は3連休初日から雪かきに追われました。雪かきはどうですか？大変、めっちゃ降った。出てきたらそこ、あーっていう感じで、これしなきゃっていう感じで、こんなの見たことないなって。この後も石狩や後志地方を中心に雪の降り方が強まり、明日朝までの24時間に降る雪の量は、石狩北部と後志北部の多いところで50センチと予想されていて、気象台は大雪による交通障害などに注意を呼びかけています。